はい、簡単におかわりの制作者がお送りします YouTube チャンネルスタートということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、まあ明日からね、4連休ということで、まあうちの子供たちはお休みということなんですけども、まあ、やっぱりずっとね、コロナでね、長く休んでたんで、息子の方は夏休み1週間って言ってましたね。うん、娘は、さすがに小学校なんで2週間ぐらいあるみたいですけどね。まあ、やっぱりずっと休みなんでね、履修がこう追いつかないみたいなんですよね。ある程度のこう文科省から出てる課題がね。うん。まあ、そんなに暑く、今の小学校でも、クーラー入ってますからね。いや、びっくりしたんですよ。すっごいでっかいのが入ってて、で、まあ、高校はね、ある程度入ってるんで、まあ、いいんじゃないかなと、頑張っていきなって言われてるんですけどね。で、まあ、今日はね、水曜日だったんで、またね、オカリナ塾配信させてもらって、このような、LINE を頂戴しましたね。なんか、生活のね、一部になってるって言われるとね、まあ、こっちもね、こうやって、提供させてもらってる上ではね、すごくいいなと思ってますね。で、やっぱりコロナ禍において、今までとやっぱりその、全然その違う、そのライフスタイルってなってきてるじゃないですか、皆さん。だから僕なんか、なんていうのかな、もうほとんど365日あったら、350日外食してたんですよ。っていうのもなぜかっていうと、まあ外食が好きだっていうのもあるんですけども、外食ってなんかこう、想像力をかきたてるって僕が好きな作曲の方言ってたんで、できるだけ外食行ったり、まあカフェ巡ったりするのが好きなんでね、言ってたんですけど、あんまり行かなくなりましたよね、外の食事ってね。ただやっぱりその経済を回さなくちゃいけないっていうのもあるからね、まあ難しいとこですよね。GoTo キャンペーンって言ってんの自粛しろって言ってね、どっちだいって話ですよね。なんか黙って喋れみたいなね、どっちなんだいっていう話ですけどね。あれ今日なんだっけ、あ、そうだ、あれですよ、あれこの間道の話じゃないか、道の精神の話ね。そうすると小田さん上手ですね。そうなんです、上手なんですよ僕ね、まあ、いろいろかじってますから。でも書道は結構続いたんですよ、6年間続いたんですね。すぐ辞める癖がある、僕としては。あ、そうそうそう、それもらって僕ね、中学校の先生にね、服部くんっていうあだ名使う言われたんですよ、平本服部くんだって。なんだって、もうすぐどっか行っちまうってもうすぐどっか行っちゃうんですよ、でもまあまあ書道っていうのはね、まあ僕、うん、だから絵とっていうのは絵とシリーズの絵とって書いたんですよ。2年ぐらい前ですから、まあまあまあ最近書いたんですけどね、上手ですよね、久しぶり見たら、あ、うまいなと思ってね、もう一回筆でも持ちたくなるなとは思いますけどね、はい、ということで今日はね、そうそうそう、道の精神で平本さんとね、リフト先生と、2人がハイヨネード吹いたんですよね。まあ、あえて吹いてきたんですけど、こういうの来るかなと思って、そしたら同じような、あ、僕の意図を分かってくださった人が いたようで、やっぱり同じ吹き手でもそのカンターレを使ってるんですよねって言って、もちろん使ってます、僕も使ってるし、リクト先生も使ってるんですけど、やっぱりかなり違う聞こえたと、あれは何が違うんですかって、まあまあ LINE 貼っときますけどね。あ、それと、まあその楽器選びのコツなんか教えてくれたらっていうことでね、あ、今ね、なんだろう、カンターレのスタートパックっていうのがね、すごく人気でね、ありがとうございます、今日も注文していただいてですね、今ちょっと品切れになっちゃってるんですけど、明日釜が出るんで、まあ、そこでまた入荷できればあげときますんで、よろしくお願いします。あと EX の財布もちょっとね、なんかこの財布も人気なんですよ、あれなんだっけ、ごめんね、今日脱線しちゃって、何が違うかって言ったら、あれね、2つ違うんですよ、もちろん吹き手が違うっていうのもあるし、僕はアカペラで、リフト先生は、まあ道の精神のやつですね、見ていただければ、あの道って書いての YouTube、 これね、見ていただければ分かるんだけど、僕はアカペラで、リフト先生はピアノの伴奏付きだったので、ちょっとは違うんですけども、吹いてるのはどっちも4C の、多分同じ、多分ドから始まる調整で吹いてると思うんですけど、あれはね、何が違うか分かりますか？2つ違うんですよ、2つ、そうそうそう、人が違うのとピアノがあるのは抜かしてね、
抜かして2つ違うとか、そうそう、まず1個が楽器が違うんです。で、僕がね使ってるのはこの間言ったようにこれなんですよ、GR の、まあ、ブラック黒糖を使ってるんですね。で、リクト先生はちょっとね、リクト先生のモデルがちょっと今なくて、モデルというか使ってるのは一番近しいのはこれなんですよ、白のエンジェルシリーズの EX っていうのを使ってるはずなんですね。あの、まあ、いろいろお持ちいただいてるんで多分これだったと思うんですよ。で、僕が使ってるのは GR で、リクト先生が使ってるのは EX シリーズのエンジェルシリーズっていうのを使ってたんですよ。で、まあ、ここでね、そのちょっと制作者っぽいこと言うと、 GR と EX ですから結局ね、音的に言うと対極にあるんですよ。で、 GR っていうのは皆さんどんな音色だったか分かります？うん、基本的にはあの、まあ構造で言うとね、ここリードですよね。リードが結構ですね、厚めにできてます。ここのリード当たるところがね、だから角度がその鈍角にできてて、そこに息が当たるんで、どっちかというと太い音が出ますね。ちょっと聞いてみ、なんか吹きましょうか。まあ、この間ハニヤのやつは武田も吹いたっけかな。まあ、一回武田で、ね、ちょっとね GR のことね、まあ、これスマホなんで分かんないかな、知りません。ちょっとね、武田の子守でいきますね。武田の子守だね。父親がさ、よく言ってたの、これ父親の生徒だったら分かるんですけど、父親ってね、あのこう指揮するじゃない、で指揮パンって終わった後にすぐ拍手するなって言うんですよ。あの、少し余韻を持たせてから拍手してくれって。だからこれもね、斬新にあるのかなと思いますよね。今ちょっと思い出したんだけどね、うん、あ、今のが GR の音、うん、結構太いでしょ、のぶといでしょ、で息も結構入れるんですよ、うん。音量は結構出ると思います。またちょっとデシベルデータでちょっとやってみますけど、結構出るんで、あの吹きやすいですね。で、音質で言うとちょっと丸い音がするんですね。丸い音、うん、嫌い、柔らかい感じですね。吹き込むんだけど柔らかい音がする、うん、それが GR で、リクト先生が使ってるのはその EX なんで、GR とはちょっと対極にあって、線はあの細いんだけども艶っぽく出るように作ってるのがこの、GR、あ、EX なんですよ、うん、で、特にこのカラーズの白、まあ、カラー付けっていうのはラインが結構はっきり鮮明に出るんですよ。 GR は柔らかい、こうやってちょっと固めというか艶っぽく出るんですね。で、これは普通の EX の、ホワイトバージョンなんですけども、リクト先生が使っているのはそのさらに上のエンジェルシリーズのホワイトバージョンの EX なんで、さらに硬いというかそのツヤが出るやつなんですけど、ですからリクト先生が使っているよりも若干、柔らかいけども、ちょっと聞いてみてください。違い分かりますかね。あの、吹いてる僕からするとだいぶ違うんですけどね。ちょっともう一回 GR いきますよ。こっちは太くて、柔らかく聞こえるんじゃないかなと思います。力強くね、ちょっといきますよ。
ったり、かなり艶っぽいよね。なんとなくわかりました。わかりました。楽器がそもそも違って、実は僕が使ってる GR と陸人先生が吹いてた EX のエンジェルシリーズ、まあ EX っていうのは結構対極にある。こっち柔らかい、力強い。でこっちは、音質的に言うと、ラインエッジが効いてて、非常にこう透明感のある音っていう感じなんですよね。うん。だからどっちの方が好きかっていうのをね、確か書いてなかったと思うんですけど、そうなんです。でもう一個が何が違うかってね、一個が楽器が違うよっていうことと、もう一個はこれはアーチキュレーションの付け方が全然違うんですよ。うん。これはね、やっぱお金は軸に入った方がいいよなと思うんですけど、もうやっぱこういう時代だから絶対ね。その様式的にも、まあもちろんフィジカル的に教えてもらうともいいんだけど、やっぱ自宅でね、やれるっていうのはね、いいと思いますね。ただね、昨日もね、お電話いただいたんですけども、入り方が難しいって言われたんで、本当申し訳ない。もう一回ね、確かに、ペイパルのまずアカウントを取らなきゃなんですよ。ペイパルのアカウントを取ってから、それにログインしてうちの、商材を買ってもらって、カード番号を記入する、結構めんどくさいんですけど、やってください。絶対大丈夫。一回やればもう大丈夫なんで、もう二度とやらなくていいんで、一回やればね、うん、だから分かんなかったら僕に電話ください。日中だったら出れるようにしておきますんで、はい、090-5316-8880、うん、ここに書いておきますからね、僕に電話ください。あれなんだっけ、あそこ、レクソ先生の何が違うかって言ったら、まず楽器が違うんだよってことと、もう一個がアーティキュレーションの付け方が全く違うんですよ。でこれはね、僕そのオカリナ軸をやって分かったんですけど、オカリナ軸のね、熟成は分かるんですけども、ちょっとこう、編集してるじゃないですかね。あれは実は僕がやってるんですよ、編集をね。で編集をやりながら僕もあれ見てるからすごい勉強になって、あ、なるほどなっていう、その僕はさ、音大に行ってないからさ、その何ていうの、音楽を学んできた人っていうのは、あ、こう考えるんだっていうのがさ、すごく分かりやすくやってるじゃない。だから、そこでね、分かったのが、やっぱアーティキュレーションの付け方がやっぱり全然違うっていうから、僕の場合はもうアーティキュレーションっていうのはそんなに関係ないんですよ。1個だけ、なんて言えばいいのかな、全てにおいてまったりと吹くっていうのが僕の吹き方なんですよ。なんて言えばいいのかな、手ヌード気味に吹くっていうの、うん、それが僕なんですよ。だから音色をきれいに出して全てをつなげて吹くっていうのが僕だから、もちろん僕が、もう31ぐらいで吹くのをやめたから、その間空白10年っていうのはね、その表立って吹くことはないから、もうそこで止まっちゃってるんだけど、やっぱオカリナ軸を聞いてると、やっぱアーティキュレーションの 大切さっていうのは、これは分かりますね。うん。だから例えばさ、この間ね、羽生の宿をやったから、ちょっともう一回ハニヤでやってみますね。僕の場合はもう本当につなげて手の音にしちゃうんですよ、全部。どこが分かりやすいかな、ここだね。次ね、基本的には僕はできる限りつなげて吹いちゃうんですよ。でそうするとアーティキュレーションで言うと1個しかないんですよね。アーティキュレーションっていうのは、その曲層というか、どこに重きを置くとかね、その吹き方の、なんて言ったらいいかな、うん、やつなんですけど、ここを陸人先生なんかは、
カート気味に吹いてたりするんですよね。だからそうするとその次の騒動がね、非常に生きるみたいな感じね、ここね。この盛り上がり、うん、だからそういうのをね非常に学べるんですよ。で僕の場合なんかはここ全部つなげて吹いちゃうんですよ。でやっぱり起承転結があんまり僕のにはないんですよね。だから全部でなんか、自分の演奏を聞くと重たいなっていう感じがするんですよ、うん、だからやっぱり手抜き気味に吹いちゃうとやっぱりどうしてもこう重たくなるというか、うん、少しこう、なんですかな、ねちっこくなるというかな、うん、感じなんですけど、やっぱりリフト先生のさっきの言ったドレミちょっとこう置く感じだだ、だってやってから、だらって持ってった方が、その、コントラストが出るわけですよ。うん。だそういうの学べるからね、すごくいいと思います。ということでね、今日はですね、何が違ったのかというのが2点、ね。はい、ということで、リフト先生と何が違ったのかというと、まず楽器が違ったんだよってことね。僕が吹いてたのは GR。で、リフト先生が吹いてたのは EX エンジェルシー。ね、特徴を言います。GR は、太くて柔らかい音、迫力がある音ですね。そして、リフト先生が吹いてたエンジェルシリーズの EX っていうのは、EX っていうのは基本的には音は澄んだ音をしてるんですけど、さらにそれをね研ぎ澄ましてるんで、かなりそのシャープ、艶っぽく聞こえるはずですね。それが一つで、もう一個が、やっぱアーティキュレーションをリフト先生の方がかなりつけてます。僕はもうずっと手抜くと滑らかに吹く。ただ滑らかに吹きすぎちゃうとやっぱり自分で自分の聞くと、いや重いなと思う時ありますよね。ちょっとねちっこいなというかね、まあ、性格がねちっこいのかなわかんないけど、やっぱり、先生のように例えばなんか指打ち、うん、なんか入れたりとか、さっき言ったね、すごくねためになることいっぱいあると思うんですね、ぜひぜひ、入ってみてはいかがでしょうかということで、今日の質問ね、何が違ったんですかと2点ね、皆さんもいろんな楽器を吹いてみてください。そして、オカリナ曲ぜひ入ってみてください。レッツ乾杯。